JR 名古屋駅の西側に来ています。駅西側で一番目立つ建物といえばこちらのビッグカメラが入るビルですよね。正式名称は日生名古屋駅西ビルという名称らしいですね。で、このビルはビッグカメラだけではなくて名鉄ニューグランドホテルというホテルが入ってたんですよね。ビルの表側がビッグカメラ、裏側がホテルという構造になっています。で、その名鉄ニューグランドホテルが今年2月末に閉店したんですよね。新たなホテルブランドが入るのか、ビルごと再開発となるのか、今後の動向が注目されます。今のところ再開発の情報は全く出てないんですよね。なので現状ではもしかしたらというレベルです。名鉄ニューグランドホテルは1985年開業、156室のホテルでした。昨今の社会情勢により稼働率が大幅に低下、賃借契約の期限も迫っていることから今年2月に閉館しました。正確な建設時期は不明ですが、少なくとも40年程度は経過していると思われます。建て替えとなると工事中はビッグカメラはどこで営業するなど、いろいろハードルが高いですね。ビルの向かい側にはいつの間にか小雨駅というテナントビルができています。そしてビルのすぐ北側ではリニア新駅の工事中です。そしてビルのすぐ横には歩行者用の通り抜け通路が設置されています。なのでこのビルはギリギリリニアの工事エリアには入らなかったんですね。そしてこのビルの北隣にある小さなビル数本も解体を免れています。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録お願いします。歩行者用通路は小さなビルを横を通り正面の道路に出てきます。その小さなビルを正面から見るとこんな感じです。もし将来建て替えとなると小さなビルも含めた一体的な開発になるかもしれないですね。ビッグカメラを含む区画を上空から見るとこんな感じです。一部現在は解体されて存在しない建物が含まれています。他にも駅前広場に高層ツインビルを建てる構想もあるんですよね。これもあくまで構想段階で、現時点では建設が決まったわけではないんですよね。以上、短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。